体の中に神の力と精神が宿るってどんな感じなのかしら。どうしたのですか、いきなり。ちょっと気になっただけよ。ずっと邪魔でした。父にも母にも愛されず、疎まれて蔑まれて国を追われ、私にとって恨めしいだけでした。そう、でも今は彼女なしには故国もミッドガルドも救うことができません。私自身の運命もです。ごめんなさい、余計なことを聞いてしまったようね。法隆殿という場所に運ばれたようね。神聖なる遺跡を汚す不死者、ここを貴様の安住の地にはさせぬ。不死者のくせに気が弱いというか。ごく稀に戦いを好まない大罠不死者もいるそうだけど、実際に見たのは私も初めてよ。ともあれ、先を急ごう。あなたは何を見ているの？そう責められたものでもない。不死者王の力は侮れぬ。下級神では見抜けぬのも無理はない。いかがいたしますか。しばらくこのまま見守ろうではないか。すべて見届けてからでも遅くはない。まずはオーブの代わりが見つかってよしとしよう。